はい、上野養魚場さんの昭和、サイズが17センチです。お願いします。はい、この鯉ですが、こう、まあ見てもらうと、割とこう、うちの鯉では珍しく豪快な墨が、こう、なんか頭からですね、丸点っぽい墨が入って、その横にですね、ちょっとこう、飛板なんかも入って、結構頭面白い感じですし、後半もですね、豪快な墨が入って、その後にこう、なんすかね、ちょうどこう押さえるように飛板なんか入ってるし、でこれだけ墨がですね豪快なのにこう元黒が綺麗にこうね走ってなくてすごくまとまってるんで、なんかこう尻尾も綺麗ですし背びれも綺麗だし、なんかこうその墨がすごく生きるような感じの鯉じゃないかなという感じがします。はい、この方も行きましょう。はい、炭で見せてくれるようなそんな昭和ですね。それだけ火は少ないんですが、上品な感じで少ないこう紅を避けるように、そうですね。でこう本当手とか尻尾とかそういうのが綺麗なんでですね、豪快な炭をこうなんか嫌じゃない感じがすごくするんと思うんですよね、うん、まあこれはこれで面白みがあるのかなっていう感じがするすごくするっぽいですね、うん、こういう鯉を楽しんでもらうのもいいかなと思います。はい、いかがでしょうか、うん、まあ、頭の入りも面白いし楽しんでいただけると思いますので、よろしくお願いします。こう墨がぐっと締まってきそうですね。うん、まだやっぱ締まるでしょうね。で出てきたらちょっとこうもっとこう綺麗に濃ゆくなってくるでしょうし、はい、夏場のこう墨がぼやける時期にこんだけしっかりした墨やってるので、そうですね、はい、そのあたりも楽しんでいただけるんじゃないでしょうか、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。